先。肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 わしのマークの対象製薬の製品です。ビデオがダイヤトーンの音を持った。三菱ビデオハイファイファンタス。僕風君です。今日はお詫びの印にメンダイス。風は社会の迷惑です。セラチオペプチダーゼ配合ベンザエース。太陽系第三惑星には愉快な水がある。宝焼酎純。テクノロジーを頂点で磨く。DOHC スポーツホンダシビック SI 登場。右手にしない鶴見五郎、まだ話しません。180分ポジションを行います。青が263度鶴見五郎。先に鶴見五郎の紹介、上田と結託いたしますと非常に怖い存在です。ジャイアントババカ天竜か上田馬之助、鋭い目つき。二冠のまま最強タッグへ突入です。天竜やる気を見せました。鶴見五郎が襲いかかる。鶴見五郎の竹刀で天竜に襲いかかりました。この竹刀がジャイアントババの手に入りました。上田も反撃、上田も反撃。そして天竜がバックから攻撃を仕掛けて、ジャイアントバブが思いってしない攻撃、脳天を打ちまくります。脳天を打ちまくります。しかしそのジャイアントバブの足元を救おうという上田馬之助。リング上五色のテープがたくさん舞い込んでおりますが、どうやら勝負が始まりました。勝負が始まりました。さあ上田馬之助がジャイアントバブを引きずり込もうというところ、自らのガウンでジャイアントバブの喉を締め付ける上田馬之助。鶴見五郎の方は5本の指を合わせまして天竜を思い切って突きます。さあ放送席が完全に狙われました。上田馬之助、私どもの椅子を取って猛烈な勢いでジャイアント馬場めがけまして、椅子での攻撃が続きます。ジャイアント馬場ちょっと場外でダウンであります。ジャイアント馬場場外でダウン。84年の世界最強タッグ決定リーグ戦ももう間近でありますので、ここは怪我をしたくないところでありますが、しかし上田馬之助の猛攻に遭いまして場外でダウン。そしてリングサイドエプロンのところでは鶴見五郎がこれまたものすごい勢いでチョーク攻撃。2人の狂乱暴との攻撃が始まっています。全日本プロレスの若手のレスラーがこれに助っ人に入ろうとしておりますが、上田馬之助これをうまく逃れまして再びリングの中に入ってまいりました。さあ勝負は鶴見五郎と天竜リング上でありますが、山田さん、いつの間にか鶴見がチェーンを持ち出してますね。そうですね、あのね、乱闘に紛れてですね、はい、巧みに出したようですね。そうですね、レフリーがね今ちょっと気がついたようなんですがね、はい、チェーンをいつの間にか出しまして天竜の喉にぐるぐる巻きにしましたが、どうやらここでミスター林レフリー気がついたようですね。そうですね、上田のパートナーは鶴見であります。鶴見と天竜の激しい打ち合い、
さあ、おっと、ベアハグにつかまう、フロントスープレックスだ。ベアハグの体勢に見せるかと思いますが、フロントスープレックスで相手を後ろに投げました。なかなかね、いいタイミングで出しましたね。はい、ああいうこともね、鶴見選手できますからね。こういう風なレスリングを展開していけば本当に力対力の勝負で見どころいっぱいなんですがね、うん、まあしかしね、彼らが暴れるのはやはりこれはあの個性ですからね、はい、やむを得ないでしょうね。なるほど。まあ上田鶴見チームを山田さん非常にまあ悪の根強い人気を持っておりまして、来年もまた全日本プロレスのマット上を狙ってくるかと思いますが、もう少し来年はレスリングで勝負してもらいたい気がしますがね。うん、まあ、あのやればできるチームだけにね、私もそう思いますね、はい、天竜が打たれました。エプロンサイドで再び悪の共闘にあっています。上田が椅子を掴んだ。ここからの攻撃、再び悪のチームに攻撃権が移ります。ジャイアントババがもうたまらず飛び込んでまいりました。椅子での攻撃、もうそろそろ反則取っていいでしょう山田さんね。そうですね、もう、あれほど狂気を使ってね、度重なってますからね、はい、あまり悪度すぎます。鶴見五郎、今度はパイルドライバー、脳天食い地、天竜の表情が やや曇りがちになってまいりましたが、しかしまあ、悪のチーム相手にしますと、もう本当に正義感いっぱいのレスリングを展開する天竜。さあ攻撃が始まった。天竜円錐切り、相手を吹っ飛ばした。まさに素晴らしい円錐切り、反動にした円錐切り。ここでジャイアントババにダイビングタッチ、今度はストンピングでいきます、ストンピングでいきます。全体重を乗せるジャイアントババ、209センチ145キロが踊ります。先ほど散々痛められました、そのお返しだ。体重をかけたジャイアントババであります。全日本軍団のまとめ役ババの猛攻が始まりました。相手は鶴見五郎が、鶴見五郎ですが、後ろ側から上田の攻撃であります。ここはもう一気に持っていきたいところです。おっと、ちょっと膝をつきました。そして鶴見五郎が思い切ってセカンドロープから飛んでまいりました。ここで天竜のフォローがあって助かりましたね、うん、ややバランスを崩しています。ババがバランスを崩しました。さあ相撲チョップ、かわず掛け、かわず掛け、かわず落とし、豪快に決めた、豪快に決めた。表を向きますと上田の鉄拳が飛んでまいります。さあ天竜起こった、場外に上田馬之助を放り出した。そして馬場の相手は鶴見16問、これはまともに決まった。そのまま片指に収める、力の限り抑え込みました。カウンターの16問当たりまして勝負を拾いました。ジャイアント馬場天竜チーム、怒りの天竜は上田を相手に椅子での攻撃、場外乱闘作戦、上田が怒りました。さあ勝負の方はジャイアント馬場天竜チームが拾いましたけれども、しかし上田馬之助鶴見五郎チームの悪の共闘にかなり追いまくられましたね。そうですね、かなりね、あの乱戦の中ではね、苦しい戦いでしたがね、はい、おそらく来年もまたこの全日本プロレスの三強に狙いを定めまして思い切ってやってくると思います。さあ勝負敗れました鶴見五郎がチェーンを振り回しまして、会津のお客さんのリングサイドのしのしと歩きまして、やっとドレッシングルームの方に目を向けました。しかしまだ怒りが収まりません。上田また椅子を投げ込みました。大変な興奮状態になっております会津のお客様。しかし会津のお客さんも山さん、東北は会津はまた全日本プロレスの拠点の一つでもありますけれども、今日も超満員なんですが、こういうレスリングもまた新しいファンを呼ぶかもしれませんね。そうですね、あの乱戦というのはね、あの見ててとてもやっぱり面白い部分とありますね、はい、ただあの反省してほしいのはあまりにも狂気を使いすぎる、これはちょっとやっぱりね、いくら悪のチームといえどもちょっと反省してほしいと同時にレフリーがもうちょっと目を引かないでほしいですね。ジャイアントババ天竜チームが上田馬之助鶴見五郎チームを打ち破った一戦でございました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は会津体育館から福島中央テレビの制作協力で全国のファンの皆様にお送りしています。コンテンポラリーウォッカキリコ新発売。
バスクリンバスハーブって不思議な香りですね。それがバスクリンバスハーブのいいところだ。自然の生薬が入ってんだからちょっと違う。バスクリンバスハーブ、生薬エキスの薬湯です。宝本みりんの本物の良さを分かる女性は美人でいい花嫁になれるって芋やかぼちゃが褒めてくれますの。宝本みりん、お酒屋さんでどうぞ。琵琶湖温泉ホテル高野。鎮痛効果の優れた ACE 処方で脳神新発売。早く効き胃にも穏やかです。頭痛に脳神。さて、超ウルトラサッポーを捧げまして、あの厄介地震の地会津若松に現れますのはタイガーマスクでございます。このテーマが鳴り響いております会津体育館。お客さんが期待している東北発展版のタイガーマスク、次々にベールを脱いでタイガー新必殺技を公開するタイガーマスク。今夜もおそらく胸のすくような4次元殺法で迫力満点のリングを見せてくれることでありましょう。ちびっ子ファン大騒ぎ。タイガーマスクにとりまして、この四角いジャングルと3本のロープはあらゆる空中殺法を生み出すマジックボックスでもあります。さあ、そのマジックボックスに今到着。そしてトップロープに上がりましたタイガーマスク。バディーロバーズの一人、バディーロバーズです。どういう勝負になりますか。試合に先立ちまして、日本テレビからミス鶴ヶ城のお嬢さんたちによりまして、花束の贈呈、タイガーマスクへ、バディーロバーズへ今花束が贈られました。この後両選手の紹介です。本日のセミファイナル45分に1本勝負を行います。ロッパラ230ポンドバディーロバーズ。ペイントレスラー、ベテランの意地をかけまして戦いますバディーロバーツ。中コーナー225ポンド、タイガーマスク。たくましく、そして凛々しく育っています。子供たちの夢、タイガーマスク。サイドのヘッドロックで決めておりますタイガーマスク。非常に上背の高いトラ、185センチ、98キロまでウエイトが上がってまいりました。もう少しでヘビー級のタイガーマスクですね、山田さん。そうですね、まあ、あのこの人の場合、体が大変にあのバランスが取れているので、はい、まあ、今まで出してない技でもね、できる技はいっぱいあると思いますね。ですからこれからね、徐々に出していくんじゃないでしょうかね。なるほど。さあ、腕を絡ませますバディロバーツ。大きいロープに飛びました、ショルダータックル。ショルダータックル鮮やかに決まった。さあ、回転したぞ、回転したぞ、ドロップキックだ。まあ、まずドロップキック2連発、大技を打ちます。さあ、そして思い切って飛び込んでいった、1回転してエプロンに立ちました。うおーというどよめき、会津体育館場外で右往左往、右に左に忙しいバディロバーツ。冷ややかな目つきで虎が相手を睨みつけます。まさに虎の餌食、バディロバーツ。そしてセカンドロープに身軽に上がります。やはり決してね、無駄な攻撃はしないですね、はい、ああいうところでロープでしっかり宮の体をホールドしてしまう、はい、この辺がニュータイガーの、ね、魅力ですね。そうですね、山田さん、彼のウエイト先ほど98キロとご紹介しましたが、98キロのウエイトであれだけの回転技ができるというのは、この天才的な運動神経があるんでしょうかね。もちろんそうですね。そうですね、まあ、運動神経はもう十二分にあると同時に、はい、それとあのトレーニングでしょうね。トレーニングでしょうね、はい、今度は関節技を見せますタイガーマスクです。1回転して立ち上がります。着地は見事に成功。バディロバーツの完全に左の腕を取ります、関節を取ります。さあ、グランドでの展開に持っていきました。グランドでの展開の持ち味もなかなかありますね。そうですね、やはりあの基本がね、非常にしっかりしてますんで、はい、腕を取ってからのあのフォローも非常にいいですね。腕の付け根のあたりにニードロップを2つぐらい落としましたタイガーマスクです。今夜の狙いは何でしょうか。徐々にバディーロバーツの動きを止めに行っていますが、
この辺りの技の組み立てなんかも非常に山田さん冷静ですね。はい、今日は特にね、スタートから冷静に攻めてましてね、はい、まあ、一つ一つの技が自分の作戦で組み立てているというような感じを受けますね。はい、しっかりと腕を取っておりますタイガーマスク、本当に凛々しくなってまいりました。東北初見山なんでありますが、この会津若松のお客様から非常に大声援で迎えられました。順調に育っていますタイガーマスク。さあバディロバスがロープに放り投げる、相手を見つめる、今度はショルダースルー、しかしうまく着地成功、もう一回飛んだ、おっと両方の足に合わせました、バディロバースが崩れます、バランスを崩しました。もうバディロバースのがたまらないという表情ですね、うん、もうあそこまで、ね、動きについていけませんね、追い込まれてますね、さあ追い込んだぞ、一気に畳みかけるかタイガーマスク、正面からも堂々とベテランに挑んでいます。さあまずボディスラム抱え投げ、さあトップロープに上がるか、軽くセカンドロープに飛び上がった、今度は思い切ってエルボードロップを落としました、空中エルボードロップ、これは効いたぞ、倍の力が加わります。徐々に空中殺法を展開してまいりましたタイガーマスクです。さあしかし覆面の下に親指をつきましたね、今度は噛みつき攻撃、虎のマスクに噛みついたバディロバーツです。あ、こういう作戦があったのか、一瞬たじろいたタイガーマスク、ロープを背にします、コーナーマットに初めて追い詰められました。さすがにベテランですね、山さんね、バディロバーツ、ね、まあ、あの弱点をね、攻め口してますね、はい、さあ今度は場外に思い切って場外に戦場を求めます。さあ右足でキックしたディフェンス面での進歩具合はどうでしょうか、進歩の度合いはどうでしょうか。あ、青い鉄柱攻撃にあっています。ちょっとタイガーマスクが場外でダウンの状態でありますが、しかし若いタイガーマスク回復力も早い。さあサードロープに手をついた、さあバランスを取ります、今度はブレンバスター、ロープ越しのブレンバスター、ずっとこれはバディロバス見事に投げ切った、見事に投げ切りました。バディロバーツ初めてのピンポール体制、虎が返しますがしかし青い鉄柱攻撃によりましてちょっと頭を振ります、タイガーマスクが頭を振ります、今度は場外、再び場外乱戦を挑もうとするバディロバーツ、ペントレスラーの面目にかけまして虎退治に出ていきます、虎退治で出ました。バディロバーツの猛攻が続きます、フライング2ドロップを落とします、フライング2ドロップを落としました、タイガーマスク放送席の目前、しかしうまく踏ん張ってバディロバーツを叩きつける。さあタイガーマスク、マスクの下でありますが顔面を今つぶさに表情を見ましたけれども、非常に落ち着いています、思い切ってバディロバーツを赤い鉄柱に打ち付けました。さあ再び先頭体制を取りますタイガーマスクです。ややバディロバーツの猛攻に遭いまして苦しい表情、苦しいシーンがありましたけれども、さすがに回復力早いですね。大丈夫ですね。もうあの今のフットワークなんか見てますとね、はいはい、全く心配なさそうですよ。そうですね、しかし再びロープを背にいたしました、ブルドッキングヘッドロック、これがバディロバーツの得意技、左半身に構えましてドドドドッと走ります、そして顔面をキャンバスに打ち付けます、ブルドッキングヘッドロック。さあ思い切った技を出してまいりました、今度はネックブリーカードラップ、弾みをつけたタイガーマスク、後頭部を打たれました、今度思い切って押されます。さあタイガーマスクのこの後の攻撃、回復力を見たいところでありますが、今度は川津掛けか、川津落とし、バディロバーツも見せます、まさにベテランの意地ですね、山さん。そうですね、まあ相手がね大変に今上り坂の人気レスラーだけに、はいはい、なんとかして食ってやろうという、はい、やっぱりあのベテランの意地ですね。今度は足4の字固め、さあタイガーマスクが攻められます。今のところデビュー以来黒星がありません、11連勝のタイガーマスク、ちょっと中間の流れを見てますと危ないシーンが出てまいりました。足4の字固め、くる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 回転させてロープブレイク、この流れどうですか、山さん、正直言って、まあ、今ね足4の字をかけられたんですが、難なく回転 してますしね、はい、もうその点はね心配ないと思いますね。そうですか、はい、まあ、マスクをしておりますのでつぶさに表情は盗み見ることができないんですけれども、生き生きとしてますね、目つきはね、はい、そうですね、そうですね、ただところどころでね、はい、ロバーツの急所蹴りなんか振ってますけどね、はい、さあ思い切って1回転した、今度は風車式のバックブリカー、風車式のバックブリカー、背骨折り、そのまま抑え込んだ、思い切って抑え込んだタイガーマスク。さあここが見どころであります、ブレンバスターか、
タイガーマスクのブレーンバスター思い切って投げたが、しかしバディロバツバックを取った。今度はバディロバツ攻撃、1回転した、1回転した。今度はジャーマン、ジャーマンスープレックス、ジャーマンスープレックス、ホールドカウントスレッド、鮮やかに一発で決めました。ジャーマンスープレックスホールド。会津のお客様一瞬声が出ません。すごいタイミング、すごいスピード、ジャーマンスープレックスホールド。腕時計は男女を問わず服装をファッショナブルに決める大切な小道具。いいものを選びたいですね。そこで今日は古のロマンと風格を感じさせるオムロンクォーツ時計をなんと1万円の特別価格でご紹介します。デザインは洗練された薄い角型で、あなたの腕をすっきりおしゃれに飾ります。美しいクリスタルガラスに輝く文字盤は粋なブラックととってもゴージャスなゴールドの2色。またバンドは重厚なワニ革調に仕上げてあり、一層あなたのおしゃれセンスをアップします。もちろん機能性も非常に高く、高性能水晶発振クォーツで月差がプラスマイナス15秒と成功。電池寿命は約3年、電池切れ予告装置もついて大変便利です。ブラック、ゴールド、どちらも男性用女性用があり、ペアでお揃いになるのもいいですね。さてお値段ですが、今回は男性用女性用それぞれ1万円の特別価格で大変お買い得。分割の場合も月々2200円の5回払いとなっています。お申し込みは今すぐお電話で、大阪 06-648-1000 番、 06-648-1000 番です。お電話お待ちしています。さて場内が暗転に包まれました会津体育館。会津の町は今年の4月から来年の3月まで鶴ヶ城築城600年の行事がいろいろと行われています。今後も雪まつりなどが予定されているようでありますが、冬に入りましても非常に観光客が多く集まります。会津若松市、その会津体育館、こっちのようにザ・グレート歌舞伎の入場。ジャイアントシリーズ連勝に次ぐ連勝、そしてタグマッチではパートナーを大いに盛り上げました。しかしここという時には変幻自在の歌舞伎作法でとどめを刺しました。ザ・グレート歌舞伎、あっという間に全米にはペイントレスラーのブームが巻き起こっておりますけれども、そのパイオニア的存在でありますグレート歌舞伎、四丁目か戸惑い、そしてヌンチャクのデモンストレーション、この早業、ドッキリの神的なムード、ザ・グレート歌舞伎会津に参上です。まず先頭体制、体系のフェイズ目をランランと光らせています。素晴らしい入場でした、ザ・グレート歌舞伎。さあそしてしんがり、おなじみインターナショナルヘビー級王者ジャンボ鶴田が入場してまいります。会津のお客様が皆さん立ち上がりまして、ジャンボ鶴田の入場を待ち受けます。10回目のインターナショナルヘビー級王座防衛に成功したジャンボ鶴田、余裕が見えます。しかし絆創膏にはしたい、防衛記録をとうとう2桁に乗せました。いずれも最強のチャレンジャーを敵に回しての防衛、立派なものです。さあそのジャンボ鶴田が今登場、歴代のインターナショナルヘビー級チャンピオン、力道山、ジャイアント馬場と比較いたしましても全く遜色のない記録を作っています。どうなれば連勝記録をさらに拡大してもらいたいと思います。ジャンボ鶴田が登場。試合に先出しましてタッグマッチフリーバーズに、そして鶴田ザ・グレート歌舞伎チームにミス鶴ヶ城から、花束が今贈られました。日本テレビからの花束贈呈でございます。両チームの紹介、本日のメインイベント60分日本勝負タッグマッチを行います。青コーナー245番のマイケル・ヘイズ、日本遠征の後はダラスに帰るのか、
それともまたニューヨークにカムバックかマイケル・ヘイズ。300番のテリー・ボビー。インターヘビータイトル取れませんでしたけれども、非常に強いレスラーです。全米でもトップレスラーになるでしょう、テリー・ボビー。245番のザ・グレイト・カムキー。このシリーズフル出場、たくさんのファンを呼び込みました。ドッキリ殺法ザ・グレート・カムキー。250番のジャンボ・ジョイザー。日本で最強のレスラーです。二冠の王者ジャンボ鶴田。大変な盛り上がりを見せます。会津体育館のリングサイド、リング上、五色のテープがもう山のようです。いいムードに包まれました。本当に山田さん、会津のお客様は格闘競技好きなんですね。そうですね、やはりあの人気レスラーというか、はい、自分たちのお好みのレスラーには惜しみない声援を送ってますね。本当ですね。そしてこの会津の街という、街のムードというのが、この日本人チーム、このグレート歌舞伎にぴったりという感じがしませんか。そうです ね、あの大変昔からね、その武道の精神をね、はい、使ってきた土地柄ですからね。そうですね。さあ、名イベントの4選手、舞台が整いました。いよいよ勝負開始。名イベントは60分の一本勝負、フリーバードの復讐劇というふうに見ていいかと思いますが、これに立ち向かいますジャンボ鶴田、ザ・グレート歌舞伎チーム。復讐なるかどうかということですね、フリーバーズがね。そうですね、まあ、フリーバーズにしても、山田さん、この顔ぶれちょっと見てください。インターナショナルヘビー級を争った素晴らしい試合内容でしたけれども、フリーバーズはテリー・ゴディが出てきましたね。そうですね。そしてインターナショナルヘビー級のベルトを守り抜きましたジャンボ鶴田。さあ、会津のお客様、鶴田コール一色、鶴田コール一色、素晴らしいムードです。鶴田もお客さんに拳を固めて合わせています。鶴田は気持ちがいいでしょう、このリング上。そうです ねもうやる気満々ですね。やる気満々。再びインターナショナルヘビー級選手権試合の再現という感じになりました。結果的には山田さん、ジャンボ鶴田10回目の防衛戦、反則勝ちで防衛という結果に終わりましたが、これは公式記録だけで、事実上は試合を見たお客様はよくお分かりかと思いますけれども、ジャンボ鶴田解消と言っていいですね。そうですね、まあ、内容からいけばもう完全にピンホールを取っていた、はい、と言っていいでしょうね。そうですね、まあ、もちろんあのテリー・ゴディもよく頑張りましたけどね、はい、さあその復讐です。テリー・ゴディ一発かませますと思い切って140キロの巨体を合わせてまいります。テリー・ゴディ特に最後の方で見せましたジャンボラリアットの2連発というのは、この当たり具合もいいし角度もいいし、本人自身がうまく決まったと試合の後語っておりました通り、このまさにパーフェクトなラリアットでしたね。そうですね、はい、非常にあの、まあ、世界最強タッグへ向けて一つの試運転という形もあったんだろうと思いますけれども、はい、非常にうまく決まりましたね。しかし山田さん、先ほど厳しく指摘しておりましたように、このテリゴディというのは非常にいいチャレンジャーだったということを話しておりますが、今後もどうでしょう、ジャンボ鶴田の好敵地にのし上がってくるんじゃないでしょうか。いや、ますますその可能性が強いですね、はい、おそらくこのテリー・ゴディという人、今後ね、もっともっと強くなると思うんですよ。なるほど。さあ、ジャンボ鶴田から今度はザ・グレート歌舞伎にタッチであります。豪快なショルダースルー。さあ、ダラス・マット界の顔合わせ、日本の会津で再び実現でございます。もう山さん、ダラスでこのフリーバーズと歌舞伎チームの対戦というのはドル箱なんですよね。そうですね、歌舞伎コールです。もう立水の余地もありません、会津体育館。そしてお客様全員が歌舞伎の大合唱、再びお聞きいただきましょう。山田さん、歌舞伎の気持ちがいいですね。そうですね、まあ、とにかくね、今日 あの日本チーム、非常にあのフリーバーズにとっては嫌な相手だなと内心思っていることでしょうね。そうでしょうね。これがダラスマット界ではフリーバーズへの、まあ、歓声に包まれるわけですからね。まあ、これはね、ホームタウンですね。お互いのホームグラウンドの差ということでね、仕方がないですね。そうですね、ということになりますと
ブリーバーズとしてはこういういわゆるショーマンシップでお客さんを引きつけなくてはなりません。再びマイケル・ヘイズが登場してまいりました。もう日本のリング上でもたびたび対戦いたしまして、勝負はついています。日本のマット上でトラースキックでもう何度もリングマットにはわされましたね、マイケル・ヘイズは。そうですね、はい、山さん、フリーバーズのこのマイケル・ヘイズが試合の前にちょっとインタビューしてみたんですが、この後ですね、日本遠征の後はどうやらフリーバーズの3人はそれぞれシングルとして試合をするんだというような発言をしてました。そうですね、はい、私もその点ちょっと聞いたんですけれどもね、まあ、ニューヨークに行って大暴れをしてニューヨークを離れましたね、はい、それでまあ日本にやってきた。でこの後どうするんだって言ったらやっぱりバラバラになって、はい、一度考え直してですね、自分たちの戦力のパワーアップを図るというようなことを言ってましたね。あ、なるほど、そしてこの最初の段階の話ですと、再びフリッツ・フォン・エリック・ランドに行ってダラスでチームを作るという、まあ、記者会見の話だったんですけど、そうですね、日本でどうやらちょっと分裂気味といいますか、そういう感じがしてですね、このシングルプレイヤーとして活躍するようなんですね、ということは山さん、フリーバーズというのはここで終わりなんですかね。ただね、やはり日本のタイトルに挑戦して、はい、まあ、敗れ去ったタイトル取れなかったということで、彼ら自身も自分たちを見直しという考えがあるんでしょうね。あ、なるほど、そういう見方はできますね、はい、そうですね。さあ、再びインターナショナルヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田の入場、大歓声です。山さん、この歓声の響きというのはレスラー見に尽きるでしょうね。そうですね、まあ、やはりこれだけ、ね、熱心な声援を受ければ、はい、遠ある力をですね、11にも12にもして出すことができるわけですね、はい、まあ、そういった点でね、そのレスリングというのは見る側もとても大切になってくるわけですね。そうですね、もうお客様は日本の伝統インターナショナルヘビー級の王座を10回にわたって防衛したとニュースがもう入っているんではないでしょうか。本当にこのジャンボ鶴田を見る目がお客さん違っています。さあ、フライングボディアタック、マイケル・ヘイズに畳み込むようにしてフライングボディアタックを見せました。山さん、インターナショナルヘビー級のベルト10回大台に乗せたということで、どうですか、今年の最優秀選手賞10中8決まったんじゃないですか。うん、そうですね、非常に10回目の相手がテリー・ゴディであって、はい、なかなか強敵であった。しかも結果表面上は反則ですが内容のいい試合であったということで、評価はかなり高くなったんですね。そうでしょうね。さあ、そのジャンボ鶴田、もう顔面にもまさにこの余裕がうかがえます、自信満々。今年の鶴田は良き伴侶を得まして、いわゆる男のけじめをつけました。まあ、15の守りも非常に硬いジャンボ鶴田であります。さあ、そのジャンボ鶴田から今度はザ・グレート歌舞伎です。あと、すごい威力のあります、今のキッチンシンクですね。そうですね、カウンターです。もう一回ロープに飛ばします。今度は何か、ジャンピングニーパッドですよ、うん、鶴田の技ですね。もうね、いいとなったら誰の技でも盗みますね。驚きましたね。この辺りがいわゆる山さん、 B クラスのレスラーと A クラスのレスラーの違いでしょうね。うん、そうです ね、自分のものにあっという間に技を持っていってしまいます。マイケル・ヘイズが場外に回りました。相手はグレート歌舞伎であります。権利のあるのはこのテリー・ゴディです。山さん、テリー・ゴディはどうでしょう、今後 NWA ロードを歩くとすればトップレスラーに当然なってきますか。そうですね、はい、非常にね、ブルーザー・ブロディがね、目をかけてる選手ですしね、はい、そういった意味でね、まあ、今後はね、師弟関係よりもむしろブルーザー・ブロディのライバルとしてのし上がってくる可能性もありますね。ああ、そうですか、はい、なるほどね。さあ、テリー・ゴディから正式にマイケル・ヘイズへのタッチが今行われたところであります。相手はザ・グレート歌舞伎。山さん、ザ・グレート歌舞伎もこのシリーズフル出場してくれまして、まあ、全国に再び、東洋一のこのペイントレスラーというムードを作り上げたザ・グレート歌舞伎でありますが、再びノースカロライナに帰るそうですね。そうですね、どうしてもアメリカでのね、はい、スケジュールがね、非常にきついんですね、ただその日本の国内で何か大事が起きればもうすぐ帰ってくるというふうな、はい、
気持ちは持ってるみたいですね。なるほど。まあ、ノースカロライナ地区といいますと元 NWA 会長のジム・クロコップ・ジュニアのテリトリーなんですけれども、山さん、国際電話が何度も何度もジム・クロケット・ジュニア元 NWA 会長からかかるんだそうですね。そうですね。なんとか帰ってこいという催促のようです。さあ、マイケル・ヘイズがドロップキックを打ちました。グレート歌舞伎をひとまずマットにはわせますが、こんなことではたじろぎません。今度はフリーバーズ2人がかり、ドロップキックはテリー・ゴディ、これは効いたようだ、これは効いたようだ。やはり140キロが空を飛びますと本当にすごい勢いですね。そうですね。実にしかしああいったところ細かい前連携プレーですね。今度は反対にマイケル・ヘイズがトップロープに上がりまして、思い切って空中殺法、エルボーとしてまいりました。この辺りのディフェンス面、ザ・グレート歌舞伎、再びブルドッキングヘッドロック、フリーバーズ3人の連携でもこれを使います。はい、なんとなくあのフリーバーズの本領が出てきたような感じですね。はあ、流れはちょっとフリーバーズに向いてますか。そうですね、はい、今のところあの非常にねいいあのコンビネーションワークを見せてますね。はい、さあテリーゴディにここで渡して、なんとかグレート歌舞伎に意思を報いたい。日本のリング上では一度も勝てませんでしたフリーバーズ。さあ思い切ってロープに飛ばしてトランスキックが待っている。テリーゴディのアツイムナイターをついた。ここでジャンボ鶴田にタッチ。さあ鶴田が行きます。インターナショナルヘビー級王者のジャンボ鶴田、ジャンピングニーバット、テリーゴディのジャンピングニーバットとは高さが違う。すごい跳躍力、ヘイズを飛ばした場外に送り出した。テリーゴディをサンドイッチ状態にする。さあ鶴田が躍動する。目指すは世界最強タッグ決定リーグ戦、これで V1 を勝ち取る方法を考えているジャンボ鶴田。テリーゴディのお株を奪いましたね。脳天食い打ちです。今やっぱ相手が大きいだけに、ああいった技は効果がありますね。本当ですね。ズシーンと響き渡ります。脳天食い打ちを見せましたジャンボ鶴田。しかしフリーバーズの2人に捕らえられます。サンドイッチ状態にされますと身動きができません。おっと、額の絆創膏をもぎ取りましたね。そうですね、狙ってますね。インターナショナルヘビー級選手権試合で青い鉄柱攻撃で流血、まだ深い傷がありますが、その絆創膏を剥ぎ取りました。テリーゴディ鉄拳を振ります。血が滲んでまいりました。鶴田の額血が滲んでまいりました。再び流血試合になるのか。あのインターナショナルヘビー級選手権試合が終わってからまだ間がないですからね。そうですね、苦しい展開になりそうです。鶴田ちょっと古傷が破れたみたいですね。古傷破れましたね。流血であります。ジャンボ鶴田、ちょっと会津のお客様声が出なくなってまいりました。鶴田の流血を見ております。会津のお客様です。レッツフリーカードラップ、マイケルヘイズ、青い三角状での勝負が長くなりました。今度は2スタンプ、再び額が破れました。流血を帯びただしい鶴田。鶴田はこの後、山さん先ほど指摘したんですけども、世界最強タッグ決定リーグ制で V1 を狙っているんですが ね、 そうですね、この傷が後を引かないといいですがね。ちょうどね、あの左目の上のなんですね、はい、でどうしても目に入りやすいんですよ、そうすると運動能力が鈍りますからね、はい、天竜とのコンビ、そろそろ山田さん V1 達成の時期じゃないですか。わあ、もちろんそう願いたいんですがね、しかしまあハンセン、ブロディがいます。ザ・ファンクスも復活。こういった点から見ますと、そう簡単には V1 達成できないでしょう。やはり鶴田と天竜の小気味コンビネーションに全てがかかってますよね。そうです、はい、やはりあのタグチームマッチですからね、まあ、このコンビネーションがやっぱりね一番のキーポイントですね。そうですね、ちょっとインターナショナルヘビー級王者鶴田、もうフリーバーズの猛攻にあっています。まさに復讐戦ですね、山田さん。そうですね、完全にダーティー殺法できましたね。ダーティーな試合の流れであります。さあ歌舞伎につなぎたい鶴田の右手、15センチ10センチまで縮まったが届かない。もうちょっとだ、今タッチ、今タッチ。さあ猛然と歌舞伎が来ますが、おっと、上皮口レフリー認めません。そして今度は思い切って、おもっと正面からテリーゴディ鉄拳を振るってまいりました。この後の流れ、脳天逆落としがあります。あ、ラリアット、さあラリアット、テリーゴディ魚雷ラリアット飛んでいきました。これはまともに食いましたね、山田さん。今カウントでね、カウンターのラリアットが効きました。のしかかるようにして一発いきましたね、さあさあ、この後流れるような攻撃がこのテリーゴディも持っています。大技も持っています。
思い切ってまず抱え投げ、バックリー待ったぞ、バックリー待ったぞ、テリー・ゴディをバックドロップで投げ切ることができるか。しかしヘイズがおっとまさに馬乗り、思い切って両方の手を合わせてまいります。正面を向いて逆水平サイドのヘッドロック、鶴田、おっとヘイズがブロッキングヘッドロック。今夜ヘイズの助っ人ぶりがいいですね。非常に頑張ってますね。ヘイズ生き返りました。なかなか、ね、ヘイズとゴディです、はい、動きがいいし、いろんなパターンの技を出してますね、試合の途中から古傷が破れました。ジャンボするとちょっと苦しい展開になっています。マイケルヘイズが後ろからの攻撃、まさにフリーバーズの猛復讐劇。さあザ・グレート歌舞伎がトップロープに素早く上がります。なんとか反撃の糸口をつかみたいところでありますが、ザ・グレート歌舞伎とジャンボ鶴田、今カモンジャンボというふうにザ・グレート歌舞伎が大きな声をかけました。しかし金髪が揺れます。マイケル・ヘイズです。どうしてもインタータッグも取れませんでしたので、この最後のチャンスとばかり会津大会、もうまさにジャンボ鶴田一人を狙っているような感じがしますね。鶴田生き返った、あっとセカンドロープとトップロープの間から転げ落ちました、転げ落ちました。さあ場外で脳天逆落としか、怖いぞ。パイルドライバーに行きましたテリーゴディ、3種類のパイルドライバーを持っております。さあ意気揚々とテリーゴディが怒り狂いますが、テリーゴディはお客さんにちょっと合わせています。そしてマイケルヘイズが思い切って鉄拳を振るいました。鶴田大丈夫ですかね、山田さん。そうですね、相当ダメージを食ってるみたいですね。ダメージ食ってますね。どうしても左の目の中に血が流れ込んでしまいますね、それであのパイルドライバーから、はい、あとマイケルヘイズは相当ね攻撃を殴りかかりましたね、やりましたからね、さあマイケルヘイズが相手です。鶴田青い鉄柱攻撃、再び流血、ちょっと苦しい対決だ。ジャンボ鶴田ザ・グレート歌舞伎組、どうも歌舞伎との連携ですけれども、ロンバトルが多いです ね今日は非常に連携が良くないですね。ということはむしろフリーバーズが一人を相手にしてなかなか渡さないという作戦なんですね。さあ、あっとすごいショルダータックル、テリーゴディも倒れた、ダブルナックダウン。鶴田左目に血が入ります。ちょっとバランスを崩している、完全に左の目は見えない。固めの鶴田相手を見失っています。テリーゴディからマイケルヘイズ、そして歌舞伎にダイビングタッチ、クラスキックで攻める、左のアッパーブロー得意技、大きくロープに放り投げて、まずショルダースムーダー、テリーゴディの溝内のあたりにアッパーカット、そしてクラスキックいった、左のブロー相手が2人だ。歌舞伎やりますね、山田さん。あら、いい頑張りですね。素晴らしいファイティングスピリットを見せます。鶴田もテリーゴディを相手にします。さあザ・グレート歌舞伎の相手はマイケル・ヘイズだ。鶴田がジャンピング2パットでテリーゴディを場外に放り出した。さあチャンス、今度はジャンボ鶴田、今度はフロントのスープレックスに行くか、それとも抱きかかえて、さあザ・グレート歌舞伎勝ち名乗りを上げて聖剣突き、熱い胸板をついて正面からカバーの体勢、関東が入るがテリーゴディがフォロー、鶴田も構わずにテリーゴディにぶちかまします。さあ今度はザ・グレート歌舞伎とマイケル・ヘイズです。グレート歌舞伎とマイケル・ヘイズでありますが、フリーバーズの2人が思い切ってつなぎます。今度はベアハグ攻撃、そしてラリアットが飛んでまいりました、空中ラリアット。しかしこれはちょっと遅かったんじゃないでしょうかね。その前にベルが鳴ってますね、ゴングを打ち鳴らします。上樋口レフリー、空中ラリアットマイケル・ヘイズ打ちました。さあザ・グレート歌舞伎、この空中ラリアットを振って伸びておりますが、その前にゴングが鳴っております。さあ今両チーム反則というようなコールですけれども、これは何を取ったのか。鶴田が足元を救った。グレート歌舞伎はマイケル・ヘイズを相手にもう猛烈なチョップ合戦、そしてインターヘビーに挑戦してきたトリーガディ、王者のジャンボ鶴田が応戦しております。がちょっと両者反則という結果ですね。乱戦になったということで両チーム反則という判定が下ったんでしょうね、そうですね。グレート歌舞伎が試合の権利を持っているときに、確かにジャンボ鶴田もリングの中に入ってきましたね。そうですね、ですから4人が同時にリングの中で、殴り合ったということもありましたしね。そうですね、
会津大会は非常に荒れ模様。勝負は16分58秒、両チーム反則、こういう痛め明けに終わっております。フリーバーズ、しかし今夜も反則でとうとう勝負に勝つことができませんでしたね。そうですね、因縁を残します。この会津決戦、ペリーグではやはりジャンボ鶴田も思い切って狙い撃ちですね。はい、やっぱりね、ライバルですからね、はい、こういう時になると闘志をむき出しにしますね。インターヘビー系10回目の防衛戦の後、血を流しながらジャンボ鶴田が語っておりましたが、テリーゴディは確かにいいチャレンジャーだ、今後僕の前に立ちはだかってくるであろういうようなことを言っておりました。まさに来年にかけましても、このさらにまた成長著しくなると思われますテリーゴディ、再びインターナショナルヘビー級のベルトに挑戦してくるでしょう。何しろメジャーのベルト、日本で非常に価値の高いベルトということをよくテリゴディは知ってますからね。そうなんですね、再び狙ってくるでありましょう。さあ、そしてマイケルヘイズが大暴れ、ジャンボ鶴田もまだ勝負をやめません。今夜の勝負は両者反則、大いに荒れました会津大会、本当にたくさんのお客様が入りました。鶴ヶ城の築城600年で大変な賑わいを見せております。会津若松市、もうお客さんも非常に朗らかムード、お祭りムードに酔っているような感じがありますが、今夜の会津大会、もうお客さんも心の底からプロレスを楽しんだという表情ですね、山田さん。今日はね、難戦が多かったんですけれども、はい、それなりに大変に見どころのある激しい戦いでしたから、はい、プロレスファンの方もね、ある意味では大変に満足されたと思いますね。そうですね、名イベント勝負が終わっておりますけれども、誰一人お客様、立ち去ろうとしません。両4選手に非常に称賛の拍手を送っております。会津の市民でございます。さて、それでは来週の後楽園大会ご案内いたしましょう。来週は後楽園大会でジャンボ鶴田、天竜組がリック・マーテル、テリー・ゴディと、ジャイアント・ババ、ザ・グレート歌舞伎とチームを作りまして、マイケル・ヘイズ、ダディ・ロバーツ組と、タイガー・マスクはマジック・ドラゴンとチームを作って、ラフィエラ、ジェリー・エストラーダ組と対決でございます。まだまだリング上4選手、そして全日本プロレス軍団、もう右往左往しております。最後の名イベントの試合がまだ収まりません。勝負の方は両者反則、対戦カードはジャンボ鶴田、ザ・グレート歌舞伎チーム対テリーゴディ、マイケル・ヘイズチームの対決、フリーバーズの復讐の対決だったんでありますが、とうとうフリーバーズはジャンボ鶴田組から一勝もできずにアメリカに帰るということになります。まだまだザ・グレート歌舞伎に追い打ちをかけますマイケル・ヘイズ、ちょっとなかなか静まりませんね。会津のお客様、もうあっけに取られた表情で4選手の動きを見つめております。テリーゴディが再びリングのそばにのしのしとやってまいりましたが、大荒れの会津大会、この辺で会場からお別れしたいと思います。解説の方はおなじみ東京スポーツ新聞社山田隆さんでお伝えしました。山さん、どうもありがとうございました。どうも。全国のプロレスファンの皆様、会津からお別れでございます。さようなら。さあ、バンジーチェンスか、さあ、バンジーチェンスか、ウエスタンダイヤット予告した、予告したウエスタンダイヤット、鶴田は起き上がれない、鶴田は起き上がれない、さあ危ない、カウンター、危ない危ない、あいやー。再来週は84年世界最強タッグ決定リーグ戦開幕戦です。ディフェンディングチャンピオン、超ミラクルパワーコンビ、スタンハンセン、ブルーザーブロディ。最後はこれウエスタンダイヤット、ケリーは攻撃しません、お客様は行った、結果的に本当に火がついた。1年半ぶりパンクス登場、荒馬テリーファンク、奇跡の復活なるか。懐かしいレスリングスタイル、試合の権利のあるのは天竜とハンセンだ、2人がかかる、あーすごいすごい、ハンセンとブロディが正面から2人がかかる、バックドロップ、ブーテッドのバックドロップ。日本を代表するインターナショナルタッグチャンピオン鶴田天竜チーム、初優勝なるか。通算7度 NWA 世界チャンピオンハーリーレイスと、元 AWA 世界チャンピオンニック・ボックインクルが夢のコンビを結成。その他、新戦力マイクショーを引き連れて殴り込むタイガージェットシン、パワーアップして1年ぶりの上陸ワンマンギャングと今シリーズ前線したバズソイヤーチーム、ジャイアントババのパートナーは果たして誰か、開幕戦まで未定です。そして話題のタイガーマスクも特別参加、超豪華メンバーが揃う世界最強タッグ決定リーグ戦にどうぞご期待ください。84年世界最強タッグ決定リーグ戦日程です。
開幕戦は11月22日松戸市運動公園体育館、23日後楽園ホール、28日札幌、29日函館、30日弘前、12月1日岩手、2日後楽園ホール、3日千葉、4日福岡、5日熊本、6日大分、8日愛知県体育館、9日姫路、10日岡山、11日大阪府立体育会館、優勝戦は12日横浜です。